国体でも神奈川県チャンピオンに輝いています。5年間のアマチュアのキャリアを経て平成7年1月にプロデビューをしています。高校 2年生の時にボクシングを始め、実にボクシング歴は13年を数えるベテランのボクサーです。両選手リングに入場です。はじめに青コーナーより斉藤誠選手の入場です。青コーナーは花形ジムの斉藤誠。ボクシングを始めたのは高校2年生、アマチュアで5年の経験を経てプロデビュー。ボクシングのキャリアは14年目を迎えるベテランのボクサーです。去年一度ランク入り果たしたものの、怪我の影響で一度ランク落ちしました。今日のこの試合で再びランク入りを目指します。30歳を迎え、1試合1試合引退の覚悟で臨んでいると話す斉藤。今ゆっくりとその階段を登ってきました。今日も背水の陣でリングに上がります。花形ジムの斉藤誠です。続きまして赤コーナーより本郷信人選手の入場です。登場するのはパワフル本郷、改め本郷信人。去年8月に門脇大関ジムに移籍し、リングネームを本名に戻しました。左ジャブの名手が名トレーナーと出会い、さらにその技術に磨きをかけました。確実に日本タイトルに挑戦するために、この試合から階級を1つ上げ、長島健吾が返上するであろうスーパーフェザー級の空位を狙っていきます。平成11年度の A 級トーナメントの優勝者。今その歩みをゆっくりとリングに近づけます。そしてロープをまたぎました。日本屈指のジャブの使い手、日本フェザー級5位本郷信人です。第5試合スーパーフェザー級の10回戦です。赤コーナー、日本フェザー級5位130パウンド門脇大関ジム所属、本郷信人。一冊の左のジャブが飛び出るか。青コーナー129パウンド2分の1、花形ジム所属、斉藤誠。キャリア13年のベテランの味を見せるか斉藤。ジャッジ桂木明彦、同じく浅尾和信、同じく染谷一明、レフリー村谷信明。オーソドックスのテクニシャンと、そしてサウスポーのベテランの対戦になりました。スーパーフェザー級の10回戦、赤コーナーは門脇宝石ジムの本郷信人、日本フェザー級の5位です。一方青コーナーは花形ジムの斉藤誠、30歳を迎えました。第1ラウンドのゴンが鳴りました。白いトランクス、門脇宝石ジムの本郷信人、25歳です。今背中を見せています。大きなパンチを打っていきました。緑色のトランクス、花形ジムの斉藤誠、30歳、プロキャリア13年を数えるベテランボクサー。大きなパンチ、バランスを崩した。思わずバランスを崩しました。大きなパンチを見せていきました。サウスポータイプの斉藤です。右左いきなり飛び込んでの右を打っていきました。白いトランクスの本郷は右のボクサーファイタータイプ。なんといっても左のジャブには定評があります。この左用のジャブを使いながら試合をコントロールしていく、いい切れ味のあるジャブを早速見せていきました本郷です。距離を詰めていくのは斉藤です。右から左、本郷が落ち着いてパンチを打っていきました。本郷はこの斉藤と対戦するにあたって、まあ、サウスポーということ自体はそんなにやりにくさはないんだろうけども、この斉藤という選手自体は非常にやりづらいボクシングをやってくると、
そのように警戒していました。今も左のいきなりのボディを打っていきました。そして距離を詰めていく、自分のペースにしていこうという斉藤の強引なボクシングが見えます。今ロープを背負って、そして相手を突き放しました。ベテランの斉藤です。一方の斉藤はこの本望のことを、間違いなく日本のトップレベルの選手であろう、上手いのは十分に承知の上、自分が相手をしっかりと捕まえるか、もしくはおもちゃにされてしまうのか、どちらかでしょうと話していました。そのおもちゃにされないためにも、まずは自分のペースを握ろうと、いきなりの重いパンチを振り回してきます斉藤です。的確なパンチ、テクニシャンの本望、左軽快なフットワーク、そしてそこからの左を打っていきます。大きな右、大きなパンチを振ってくるのは斉藤です。左のボディ、左です。斉藤の大きなパンチが目立ちます。本望としてはサウスポーの定石であるいきなりの右、この試合はしっかりとそれも打っていきたいが、まずはやっぱり左をしっかりと打つことですと話しています。右から左、右、立ち上がりはしっかりと落ち着いています。日本ランカー、日本フェザー級5位の本望信人です。一方、去年一度ランク入りしましたが、その後故障が続きランク落ちをしてしまいました斉藤。この試合に勝って再びランク入りを狙っています。左のボディ、重いパンチは斉藤、右取ります。ここはクリンチになります。しかし本望はこの斉藤のペースに慌てないように、まずはゆっくりと落ち着いたボクシングを展開しようとします。左から右、ワンツー、外からの斉藤の右のフックがありました。ワンツー、右のボディ、左のフック、本望です。第1ラウンド終了です。デビュー平成8年3月、戦績23戦18勝4敗1試合、18勝のうち4つの平和が呼ばれております。青コーナー斉藤誠、花川純所属、昭和46年11月生まれ、神奈川県横浜。赤コーナー日本フェザー級5位本望信人、勢いのあるファイタースタイルでデビューから勝ち星を重ね、その後はジャブをマスターしました。 A 級トーナメントも制覇し、参戦のアメリカ修行を経て、現日本フェザー級チャンピオン菅間にも勝利しています。ジムを移籍し、田中トレーナーと出会い、さらに進化を遂げました。今日が移籍3戦目、角海宝石ジム本望信人、試合は第2ラウンドです。第2ラウンドが始まりました。勢いよく飛び出して左のボディを打っていったのが緑のウルトラトランクス斉藤、一方高いスタイルを保っています白いトランクス本望です。田中トレーナーとの出会いによって進化を遂げました。その田中トレーナーは、なんといっても本望の武器は左のジャブ、これを最大限に生かしていくためにジャブ以外にも何か必要だと、そして今回の試合で試していきたいと話していたのが左のフックです。得意の左のジャブに加えて、その左のフックは今日出していくことができるのか。さあ第2ラウンドに入っても斉藤が前に出てきます。右のフック、頭を低くして振りかぶって打ってくるのが斉藤のパンチ、右のフックです。ワンツー、細かいパンチ、本望、そのパンチに対してはガードを固めていく斉藤、左、しかしこの左は当たりました。左のフック、左のボディ、本望、左のジャブ、ペースよく当てていきます。左のボディ、右のフックが当たりました。斉藤のパンチがあります。一発の大きなパンチを狙ってくる斉藤です。この斉藤は今回の試合は1ヶ月前に言い渡された代役です。前回の試合から56日という短い間隔での試合を迎えています。しかし斉藤としては、貴重な日本ランカーとの試合、神様がくれたチャンスだと思ってこの試合に臨んでいきたいと話していました。さあそのチャンスを生かすことができるか、緑色のトランクス斉藤です。左、緑は自分のラッキーカラーだから、このトランクスの色を選んだんですと話していた斉藤です。ラッキーカラーのトランクスを履いています。斉藤のベストウェイトはスーパーフェザー級です。しかしなかなかこのベストウェイトでの試合に恵まれていません。
せっかく恵まれたこのスーパーフェザー級ベストウェイトの試合、それを生かしていきたいと話している緑色のトランクスの斉藤です。試合は第2ラウンドです。右のフック、重いパンチは斉藤、距離を詰めていきます。本望としてはもう少し中間距離でボクシングをしていきたいところ、しかしここは斉藤が中に入っていきます。左、いきなりの左、重いパンチを打っていきます。ハーと息一つ息を吹きながら、そして勢いよく前に出てきます。右のフックから右のフック、もう一発打ってきました。本望左ボディ体を入れ替える、ロープを背負った本望です。残り10秒切りました。第2ラウンド、斉藤の右、左は本望、ここで第2ラウンド終了です。第2ラウンド、本望の左の目の上あたりに若干の出血が見られました。それほど傷はまだ開いてないものと見えます。現在はトレーナーの手によってその血はしっかりと止められています。第2ラウンドに入っても落ち着いたボクシングを展開しました本望です。左のジャブの使い手、試合は第3ラウンドを迎えます。試合は第3ラウンドです。白いトランクスが本望、緑色のトランクスが斉藤、このラウンドも勢いよく出ていった斉藤です。それをうまくかわした本望、バランスを崩して倒れ込みました斉藤です。いきなり低い姿勢でパンチを打っていく斉藤です。あ、ここも大きなパンチ、腕が絡まるほど大きなパンチを打っていきます斉藤です。しかし本望は落ち着いて細かいパンチ、ゆっくりとペースを握っていきます。斉藤としてはこの本望の左のジャブに遊ばれないようにしなければいけません。自分のペースにしていくためにはしっかりとこの本望の左を殺していかなければいけません。そのためには十分に距離や中に入れてショートレンジでの打ち合い、距離をゼロにしての打ち合いが望んでいきたいのは斉藤です。しかしこの見事なフットワーク、本望が回っていきます。ジャブをつきながらゆっくりと左回りで斉藤の周りを回っていきます。サウスポータイプの斉藤に対して落ち着いた試合運びをしている本望です。本望はサウスポーとの対戦が4勝で2敗です。特に苦手意識はないと話していました。ただこの斉藤のいきなり飛び込んでくるこのボクシングには若干のやりづらさはあるかもしれません。左ベテランの味があります斉藤、試合巧者と言ってもいいでしょう。相手が嫌がるボクシングを知っています。ここもクリンチにしていきます。頭を低く下げ、右ロングフックを打った、左大きなパンチ斉藤、左のボディ落ち着いてボディを打っていく本望です。ワンツー、右左、左のボディ右、本望が落ち着いている。右ラッパー的確にコンビネーションを斉藤の顔面に当てていきます。斉藤も右のジャブを返していきますが、しかしここは本望右から左コンビネーション、落ち着いてゆっくりと相手を見ていきます。軽快のフットワーク、そして踏み込んでのジャブ、いきなりの右ストレート、多彩な技を見せていきます。テクニシャンの本望、右左、左ボディ、左ボディ、右ラッパー、さあボディを求めていく、止まったか、最短の動きが止まった、ボディを求める、左ボディ、右ボディ、本望のボディだ、左ボディ、斉藤の動きが止まった、手数が止まりました斉藤、本望のボディが当たる、左、左ボディ、またもボディ、右を打つ、本望の的確なボクシング、顔面そしてボディへと当てていきます。右のフック、冷静なボクシングずっと展開しています。ここはジャブを打ちながら左回りを展開、頭を振る、左、斉藤の大きなパンチにも決して慌てることはありません。左ボディ、右のボディ、左、さあ受け止まった、打っていく、ダウンを打った、ダウンだ、
終盤に本坊がダウンを奪っています。第3ラウンド本坊のボディの猛攻がありました。的確なボクシング、確実にボディを狙っていきました。その後にたまらず沈み込んだ斉藤です。第3ラウンドに本坊がダウンを奪っています。さあ第3ラウンドにダウンを奪った本坊、試合は第4ラウンドを迎えます。第4ラウンドが始まりました。第3ラウンドにダウンを奪っている白いトランクス本坊信人、ここは大きなパンチ、ペースを取り返そうと斉藤が再びこのラウンドを前に出てきました。しかしだいぶボディの攻撃を受けています。動きが止まるシーンがありました。斉藤そしてダウンも喫しています。さあ第4ラウンド本坊の猛攻を見せる。本坊が出ていく、本坊が打つ、本坊が出る、コーナー付近、コーナー付近に本坊が出ていった。斉藤の動きが第3ラウンド、ああここで鼻から出血、斉藤の鼻から出血だ。さあ容赦なく本坊がまとめる。リング中央だ、誰も利用する。斉藤の表情がだいぶ苦しくなった、呼吸も苦しくなった。斉藤左を返す、的確なジャブを打とうとする本坊、距離を詰めた左、コーナーに詰めるか、逆に左を入れ替えた、パンチを求める。ボディ右から左、左ボディ。この試合にあたっては引退も考えている、負ければ引退もあるかもしれないと言って話していた斉藤、現在30歳を迎えています。すでにベテランの域に達している斉藤、最近の試合は毎試合毎試合引退ということも考えて試合に臨んでいると話していました。その斉藤が苦しい試合になりました。第3ラウンドにダウンを喫し、第4ラウンドに入っても本坊の的確なボクシングが斉藤を襲っていきます。リング中央ボディ攻撃がありました本坊、そして第4ラウンドに入って斉藤鼻からの出血があります。ワンツー顔面、パンチを打つ、ここで試合を止めるか、ここで試合を止めました。足を的確に打ち、そしてボディに打ち、顔面に打ち、最後まで冷静な試合運び、そして最後はパンチをまとめました。第4ラウンドの TKO 勝ち。ああ斉藤が一度立ち上がったんですが再び膝から崩れ落ちました。この試合にあたっては引退も覚悟で臨んでいると話していた斉藤です。第1ラウンドから積極的なボクシングが見せたんですが、しかし本坊の的確な冷静なボクシングの前に崩れ落ちました。スーパーフェザー級の10回戦本坊信人 TKO 勝ちを収めています。ただいまのテクニカルノックアウトタイム4ラウンド1分30秒本坊選手のテクニカルノックアウト勝ちでございます。本坊信人がこれはスーパーフェザー級に上げて初めての試合でした。フェザー級から1階級上に上げて、そして日本タイトルを狙うためにこの階級に上げてきました。第1ラウンドから冷静な的確なボクシング、そしてコーナーに詰めていこうというところでレフェリーが試合を止めました。本坊信人がスーパーフェザー級転向第1戦を見事に勝利で飾っています。